どうもこんばんは、なっちでございます。日曜の8時午後です。確か日曜の午前8時ぐらいね、仮面ライダーやってるかと思うんですけど、僕のチャンネルは日曜の午後8時に仮面ライダー5回引いて挑みたいと思います。朝に公開するのも逆に面白いかもしれませんけどね。ということで仮面ライダーコラボ引いていきたいと思います。ちょっとね、今回新しく追加された、まあ、このリバイスはまだしもですよ。まだしもですけど、このブラックサンとか引いちゃうとかなり尖ってしまうので、シャドウムーン強いね。いいですね。だから尖りすぎてないキャラクター引きたいなっていうのが、まあ無難に電王とかね、ダイヤ2は引きたいですけど、ちょっとこのガチャ渋いんでね、金5連発とか余裕でやってくれますから、お願いします。ダイヤ2はください。いきます。はい、もう一回も引けなくなってしまいました。お、いいぞ。しかもそのダイヤか、いいんじゃない。え、わらわら。おお、めっちゃ強くね。めっちゃ強くない。ちょっと待て。ね、これこの動画撮る前にこのブラックさんが4体欲しいなってことで結構ガチャ引いたんすよ。もうこんな結果は出たことがない。やりすぎくんですこれ。いや、じゃあ確定買わんでよかったやん。マジっすかだね。スキルチャージはちょっと活かせませんけど、これは、いや、活かせなくない。ビルドが使えと言っている、スキルチャージを。しかもさ、このビルドもなんちゃってウェイだからね。めっちゃウェイパじゃん。悪魔と攻撃タイプ、まあもちろん悪魔攻撃で、仮面ライダー攻撃じゃないやつなんていないんじゃないかっていう説がありますね。楽勝だな。さあ、やってまいりました仮面ライダーです。あまりにも強いんで、こっちの降臨の方いけるかと思いきや、同キャラ禁止で入りませんでした。非常に悔しい。それを前提にアシストとかも組んじゃったんだけど、だって門松ついてるからね、これ6ターン闇向こう、ウィザード降臨の後半めっちゃ強くねっていうことに気づいてつけたんですけど、まあ残念ながら挑めないということで、昭和仮面ライダー大集合に行きましょう。リーダースキル確認します。闇光回復の同時で半減ね。つまりリバイスをループさせてればいいんでしょう。特に考えることはないはずなんだ、ね、溜まってないのがちょっと予想外かな。なるほどですね。それは欠損したらまずい、もしかして。さあ、端末が変わってめちゃくちゃタッチペンが滑らかに動きます。つまりやっぱり本赤の方のフィルムに寿命を来てる説はあるよね。ずっとボール投げてるからな、じわじわ蓄積ダメージがあるんやろうな。こっちはパズルしかしませんからね。で、パズルするときって大体タッチペンなんで、爪とかの傷もつかないと。さあ、欠損ですよ。シャドウムーンが変身でヘイスト。で、これはヘイストではない。なるほど。ギリ使えず。さあ、回復がないわけですが、大丈夫なんでしょうか。まずいんじゃないでしょうか。もしかしてまずいんじゃないでしょうか、これ。まあ知ったこっちゃないですね。うるさい。スキブつけれんのかい。ビルドはつけれるよね。ビルドにスキブで、で門松外すか。逆にこっちの内容ちゃんと覚えてないっていうね。もう降臨前提で、おお、初段から変身できるやん。素晴らしいゲームです。 7×6 になるのか。なるほどね。これでも別に変身していいよね。76を継続させたいわけじゃなくて、あれをしたいんで、私はループさせたいんで、彼らでいいのかな。で、あとはウェイを組んでいこうと。なんなら秘密もウェイ、もう全部ウェイ。木もウェイ、全部ウェイ、アトリの感じで
行きましょう。でこれでヘイストしてやって、もうここからループできますよと。でエンハもできますよ。何倍でしょうか。 3.3 倍です。回復も 3.3 倍です。強すぎです。もう負けんでしょう。昭和仮面ライダーが大集合したとこでもう負けないでしょこれ。強すぎくんだもん。あまりにも強すぎくんだよ。でもさ、覚醒無効解除とかないんすよね、今気づいたんですけど。でバインドもたまには受けてしまう。たまにはってか余裕で受けてしまいます。これぐらいのハンデがあってもいいんじゃないですか。舐めすぎ？痛い目見るかな。出た。早速食らっていく。あれずるいよな。さあどうしたもんか。ただ遅延とか食らわなければスキルはループしてるわけなんでね、え半減腫れていくわけですよ常に。これでいいわけですから。死ななきゃ安い。安い。なんと覚醒無効解除がたまりました。ただループできないと困るんで使います。でこれも使います。エイトナの変換が腐っていないっていうね、まさかの。久々に名前出したわ、デイトナとか。ずんどこずんどこ。波に乗っちゃえばこっちのもんですか。さあ闇がないですよ。波には乗ってますが闇がない。これは一旦の間闇光ん、いや一旦の間か一旦の闇に見えた。これ一旦の間光闇属性回復以外から闇6光3生成。強すぎでしょ。相性良すぎでしょ。あまりにも相性がいい。これで欠損回避と。これ何ターンで使えんの。 あと2かよ。シャドウムーン対決。さあ追い打ちがありません。組むべきでした。反省しております。ただダメージはたかが知れています。そうかそうか、追い打ちのためのビルドだもんな。ビルドは本当に追い打ちとね、スキルチャージをしてくれと言わんばかりに出てきてくれましたから、生かしてあげないともったいない。すごいよね。でもこれ改めて神引きだよね。無駄に同キャラ引いて氷にいけんもん。闇半減つえーな、勝てえぞ。あとは変身キャラばっかだから上限解放が少ないっていうね、最近よくあるパターンですね。確かね、こいつお邪魔目覚めとか残していくんですけど、お邪魔目覚めもちゃんとね、あの降臨前提でつけてきてますから耐性あるわけですよ。でこいつちょっと時間かけると回復しやがるんで、ここで絶対仕留めておきたい。やばいことやってる、やばいことやってるよ。ロック解除はさすがにない。ない。なるほどなるほどなるほど。つまりこれまずいと。まずいですね。いや次回復するんじゃねえ。でもそう思うな、僕はそう思うな。一応ルーレット出す、一応ルーレット出すわ。でこれ操作時間クソ長いでしょ、多分30秒あるんで、一応回復と闇出しましょう。多分回復すると思うんだけどね。この次、昨日ちょうど称号チャレンジでこいつ戦ったんで、お何回復しとるんだみたいな突っ込んだ覚えあるんで、きっと大丈夫だとは思うんですけどね。ロックに弱かったと、このパーティー。いやくたばるんかい。ウェイも組んどらんぞ。弾きますね。置き土産も成功せずとなかなか悲惨な仮面ライダー。ロックで落ちるとかやってくれましたか。じゃあそれ上書きしちゃいましょう。こっちなら問題ないロックの目覚めなんでね。
それは別にこれを意識したわけではなく、たまたまこのスキルがあったっていうパターンです。まあまあここはワンパンじゃないかな。規範弦でも一応若干響きはすんのか。あれ覚醒向こうがなんかしてこんかった、こいつなんかさ半分いた時してこんかったっけ。覚醒向こうだったかな、それがどうだったかな。ちょっと怖くなってきたよ。半弦だったっけ。あ、全然優しい、優しすぎて怖い。消せないの色がやばかったらやばかったけど、やばくない色なんで、ありがとうございました。覚醒無効解除は誰かに積んどくべきやな。降臨にも覚醒無効多分あるよね。ゲームクリアでございます。そりゃ当然一回負けたけど一回負けましたけど、まあまあさすがにこのパーティー勝てて当然ですよね。というわけで神秘教ありがとうございました。もう一回コラボあるんすかね、今年中に、年またぎとかで。まあ全然ある可能性もある気はしますが、どうなんでしょう。多分26からは正月ガチャか何かだと思うので、来るなら19スタートなのかなって思ってますけど、どうなのかな。また次回のコラボでお会いしましょう。以上、ナッチでございました。バイバイ。